初代、ションバーグ公フレデリック・ションバーグ初代、ションバーグ公フレデリック・ションバーグは、イングランドの軍人。各国を渡り歩き主に、フランスで活躍、後に、イングランドへ渡り、イングランド貴族に除された。ドイツ語では、フリードリヒ・ヘルマン・フォンシェンベルク。フランス語では、フレデリック・アルマンド・ションベールと呼ばれる。ドイツのプファルツ選定綱領の首都ハイデルベルクで、 プファルツの貴族ハンスマインハルト・フォン、シェーンベルク伯爵と、イングランド貴族のダドリー男爵、エドワード・サットンの娘アンの息子として誕生。プファルツ選帝公、フリードリヒ五世が名付け親となり、フリードリヒと命名された。生まれた直後に母が亡くなり、翌1616 16年に父も死去したため、プファルツの宮廷に引き取られ養育された。年戦争では、 フリードリヒ5世の叔父にあたるオランダ総督、フレデリック・ヘンドリックのオランダ軍に入隊、1634年に、スウェーデン軍に移りネルトリンゲンの戦いに参戦、翌1635年に、フランス軍に移り一時退役したが、1639年に、オランダ軍に復帰して1650年まで、フレデリック・ヘンドリックと息子のウィレム2世に従い1650年に、 ウィリエム2世が亡くなると、フランス軍へ移動、フロンドの乱と続く、フランススペイン戦争で主官として、トゥレンヌ元水率いるフランス軍に従軍して、コンデコ、ルイ二世ら反乱軍やスペイン軍と戦った。1659年に、ピレネー条約でフランスとスペインは和睦したが、スペインと戦っていたポルトガルオアホンソロクセイを、密かに援助する方針を取った。 フランスの指示でポルトガルに軍事顧問としてフランス軍を連れて入国。ポルトガル王政復古戦争でポルトガル軍と共にスペイン軍と交戦。1663年にアメーシアルの戦いの勝利でアフォンソロクセイからメルトラ博に助釈され、1665年のモンテス・クラロスの戦いで決定的勝利を飾り、フランス軍中将に進級した。 1668年に、スペインが、ポルトガル独立を承認、同年に、アホンソ六世の弟ペドロ二世が、アホンソ六世を遊兵したクーデターに加わった後、フランスへ戻り、パリ近郊の土地を購入して、フランスに帰化した。フランス王ルイ十四世が1670年に、イングランド王チャールズ二世とドーバーの密約を結び、1672年に、オランダ侵略戦争を起こすと、 1673年にイングランドへ派遣され、イングランドのオランダ進行軍の指揮を任された。しかし、イングランド艦隊を率いるカンバーランドコールパートと衝突したり、テセル島の海戦でイングランド海軍がオランダ海軍に敗れて大陸進行が不可能になったり、親フランスのチャールズ2世に議会が参戦を非難したりとフランスに不利な問題が積み重なり、 侵攻軍を解散して、フランスに帰国、大陸で、オランダ軍と戦った。1674年に、スペインのカタルーニャ侵攻に失敗、フランス南部のベルガルドトリデを奪われるも、翌1675年に脱会、フランス元帥に除任された。1676年から、スペイン領ネーデルラントに向かい、ネーデルラントの都市を落としつつ、 マーストリヒトのオランダ軍救援を阻止、1679年にフランスの同盟国スウェーデンと戦っていたブランデンブルク戦抵抗フリードリヒビルヘルムに対してクレイフェーを占領して威圧、スウェーデン・ブランデンブルク戦争から手を引かせた。1684年のルクセンブルク占領にも従軍している。しかし、1685年に フォンテーヌ・ブローの直令が発令されると、プロテスタントだったため迫害の対象となり、カトリックへの改修を拒絶して、軍を離れた。ルイ14世からは、特別に引退を許され、ポルトガルで暮らしたが、1687年に、ブランデンブルクへ移住して亡命ユグのお立ちの、リーダーとして、保護に力を尽くし、翌1688年に、フリードリ・ヒビルヘルムの紹介で、 オランダ総督ウィレム3世の元に移り、名誉革命でオランダ軍の副司令官としてイングランドへ遠征。翌1689年にウィレム3世が妻メアリー2世と共にイングランド王ウィリアム3世として即位すると、恩賞としてイングランド貴族のションバーグ公爵に著爵ガーター勲章を与えられ、兵官武装官とウィリアム3世直属の 不評連帯隊長にも任命された。1689年、元イングランド王ジェームズ2世がアイルランドに上陸して、ウィリアマイト戦争が始まると、ウィリアム3世の指令で、オランダ軍、亡命ユグのーイングランド軍で構成された軍勢を、連れて、アイルランド北東で、アルスターの主婦ベルファストに上陸して南下したが、ジャコバイトの軍勢と比べると、 劣勢のため途中のレンスターの都市、弾道区で停止した。しかし、軍の大半が訓練不足の上、薬病の流行で大損害を受けたためベルファストへ引き上げるしかなくなった。翌1690年に援軍を連れて、ベルファストに上陸したウィリアム3世と合流して、再度なんか、ボイン側の戦いで、ジェームズ2世、ディアコネル博ラジャコバイトと交戦した。 この戦いで長男のメーナードが迂回して敵左翼の迎撃に向かう一方でユグノを含む左翼を指揮してトカしようとしたが敵の騎兵隊に押された左翼を立て直そうと川に入ったところでアイルランド騎兵に囲まれ戦死した戦いは続けてトカを行い成功したウィリアム三世が戦況を好転させたおかげでイングランド軍の勝利に終わった遺体は ダブリンの聖パトリック大聖堂に埋葬され、1731年に記念碑が建立されジョナサンス・スウィーフトがラテン語で書いた碑文が記されている。灼位は分割されメルトラ白位は、長男メーナードが、ションバーグ行位は、次男チャールズが継いだが、1693年に、チャールズが大同盟戦争で戦死するとメーナードが、ションバーグ行位も継承した。 ユグノー連帯は同じく亡命ユグノーの元フランス貴族ヘンリー・デマ州に引き継がれ、ウィリアム・マイト戦争終結後に手柄を認められ、ゴールウェイ博に助釈された。ルイ14世の世紀 P113、イギリス革命史、P169。ドクター・ホーファ、ヌーベル・ビオグラフィー・ゲネロル、コピナ、ローゼン・キル・ダイ・バガー、1969、T。 ズライ、ノブルコル、577、ルイ14世の世紀 P175P179、イギリス革命史、P169P172、P206P208、P216、イギリス革命史、P43P44、P56、P109、P137、P147、ありがとうございます。